よし。はい、どうも、エイトです。まず皆さん、野球の塁間の距離って知ってます？野球の塁間の距離は 27.431m。 2016年2月のニュースか、メジャーで塁間のタイムを計測したらしいのよ。イチロー選手が41歳でメジャー5位の記録を出したっていうニュースがちょっとあって、まあメジャーで1位の人がアスレチックスのビリー・バーンズっていう選手で、それが 3.85 秒、まあ5位のイチロー選手が 3.98、 お遅いと、メジャーで41歳なのに5位の記録に入ったっていうニュースがまあ出てたわけですよ。でまあ今回ね、ライ君今もうちょっとで10歳かな、中型犬だったら10歳は約60歳らしい。ライは今人間の年齢で言うと60歳なわけよ。これでイチロー選手より速いタイムを出したらメジャー記録を塗り替えるんじゃないかなと。ってことで今回、人間年齢で言うと60歳のこのライ君に、41歳で塁間 3.98 秒で走ったイチロー選手の記録を超えてもらおうということでやっていこうと思います。レッツゴー。はい、 30m。 ここが 30m ね。 27.431 って、そんな1ミリなんかどうでもよくねって思うんだけど、この距離、ここね、 27.431 がここだから、ここ、これ一塁ベース、ここがゴール。ちょっとライがまっすぐ走るか分かんないから長めに撮っておこう。これゼロだから、ほら、ホームベース、バッターボックス、ライのスタートする位置、オッケー。この走り抜けた後らへんに餌を置いとけ。頑張れよ。ライがスタート位置に立ちます。お座り、待てよ、ライ待てよ、待て待て、ライ待て、あー、ライ、ライお座り、ライお座り、座り、待て、ライ待て待て待てよ、ライ、ライ待てよ、よーよし。早い早い、よし早い早い、よし早い早い、おー、どこ行った、おいおいここに餌があるのに、おい、ライライ、餌こっちよ、はい、じゃあライの記録は 4.32 っていうことで、ライの、塁間のタイムは 4.32、 まあ、イチロー選手が 3.98 なんですけど、まああれはイチロー選手が41歳の時の話なんで、まあライは60歳なんで、それも踏まえてね考えると彼は一流なんではないでしょうか。おっ、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 お